どうもゆうたです。ありがとうございます。ネイジです。ティーパー。よし、タジリユータ。コウキです。コウキでございます。イエーイ。ついにやった。ドングマチャンネル。はい。貸し切りシリーズ。はい。よくやっております。はい。俺の声聞こえる？聞こえる。大丈夫か？大丈夫です。そんなのね。通訳するか。そんなでね、はい、遊園地ずっとやりたかったんですよ。今回できるということで人狼鬼ごっこ。うわー、よいしょ、ありがとうございます。人狼鬼ごっこ説明お願いします。はい、慣れてね、アプリにあります。慣れててくれる。あのアプリの GPS 鬼ごっこを使って誰か鬼が分からない状態でとりあえず散ります。で、散ったところで自分の役職が分かる。そうなったら鬼ごっこスタートということで、駆け引きをしながら、お前鬼なんじゃねえか、いや俺は鬼じゃないよ、お前だから不慣れか。不慣れだろ。すげえ不慣れだろ。今日は遊園地貸し切りです。全然頼れない。人狼鬼ごっこ今日沼チャンネルで、はい、あの結構やってるんで、はい、人狼鬼ごっこ、はい、概要欄にいろいろ貼っときます。はい、結構やってるんで見てください。教えてください。はい、まあ簡単に言うと鬼ごっこなんですけど、誰が鬼かわからないって鬼ごっこです。うん、まあ全員用意した後で散らばって、その後に携帯のアプリを使って誰が鬼か後から分かる。あなたが鬼、いや俺鬼じゃないよ、了解と思ってタッチ。騙し合いが入った鬼ごっこでございます。はい、はい、こんなに広いですよ。こんなテーマバースで、そうで、そこら辺ができるのは初めてです。急きでございます。見えるところにしかいないよこの人数で。やばい、5時間使わない使わない使わないということで、早速アプリを使ってやりたいと思います。すごいね、めっちゃ楽しみ。鬼になりたい、ね、いや鬼になりたい、鬼になりたい、鬼の方が面白いですもんね。というわけで皆さんアプリを起動してください。鬼の人数2人、人狼鬼ごっこスタートします。はい、スタート。鬼の鬼だ。現在25分でございます。さあ、さあ始まりました。この3分で逃げ回る。この3分で誰がどこに行くかみんなバラバラになります。俺富士急ハイランドよく知ってっから。単純にちょっと行きたいとこ初めてだから行ってみようかな。そんなゆっくり歩いてていいんですか、あなたたち。おい、いつも達人だぞてめえら。確かに俺も走っとく。富士急広っ。やべ、もう1分経つ。Z クルーの近くにいよう。なんでだよ。覚悟してもらえる。いやだよ。え、どうしようどうしよう。ちょっと距離置きたいな。ちょっと一番奥行こう、一番奥。よし、とりあえずこの辺誰も来なさそうだから、屋根のあるところで待機。ゲームうんぬんより風邪ひいちゃうんで。前に富士急はね、一回来てるんですよ。バンビ君とかと一緒に来てて、懐かしいね。これを見た時のリアクションを見といた方がいいから、やっぱちょっとこっそりつけようかな。あ、マジ誰が鬼は分かんねえから、すげえ怖いわ。さあ行くぞ。どんな戦いになるか。残り15秒めちゃくちゃ広いな。残り10秒。3、2、スタート。私、鬼でございます。またドーボーシャかよ。ドーボーシャね。うわぁ、鬼だ。もう逃げる側だから、これ見る必要ないから。始まりました、始まりました。誰捕まえようかな。クマがあっちんだよな。今回はマジで誰も信じない。この遊園地、俺一人で生き残ってやる。エイジが仲間っぽいんで。エイジだ。どう、エイジ。え、エイジどっち。シミ。タッチ。あーい、やばい、マジかよ。よし。あ、え、バカなことした。なんでお前近寄ったの今。追っかけられた時にどうリアクションするかってさ。確保。つまんねえ、出発。つまんねえ。エイジだなこれ。ワンチャンタジリあるな。あそこにディーパー、あそこにディーパーちゃいます。どっち。逃亡者。逃亡者。さっき俺なんか追いかけてたよね今。向こう向こう向こうにいる。やっぱりあいつこっち来てるわ。今ディーパーちゃん捕まえられそうなんで、エイジとこっそり捕まえたいと思います。逃げる。次のターゲットはディーパーちゃんです。タジリはお兄じゃなさそう。え、これ意外と早く終わっちゃうんじゃないかな。やばいやばい、マジやばい。
クソ田尻捕まえてんだよなあいつ、クソ田尻捕まえてんだよなあいつ、クソ田尻捕まえてんだよなあいつ、クソ田尻捕まえてんだよなあいつ。ここはちょっとあの田尻に狙いを絞ろう。クマ捕まえた？え？逃げた？じゃあエイジバレてるってことね。え？エイジバレてるってことね。何が？じゃあ俺クマから逃げたってこと？え？エイちゃん鬼でしょ？どういうこと？鬼二人。あ、そういうこと？え？どういうこと？二人鬼なの。ああそういうこと？多分ね、僕喉の病院行くと思います。行かないとな。喉なんだけど。キョンがどこに行ったかな。まだ動きはなさそうかな。あ、あそこにコウキさん笑ってるよ。どう？笑ってるよこれ。何なんだよこの人。どっちっすか？逃亡者です。これちげえなこの人。下手じゃないっすか？鬼じゃないっす。いや、下手じゃないですか。な、置いておいで。分かったぞ。オッケーオッケー、ゴーキさん。そっち行け、そっち。逃亡者。逃亡者。あいつ終わったぞ。俺、ワンチャンエイジだと思ってんだよね。エイジ、さっきね、クマに、クマ置いといた。マジで。え、誰だ？え、田尻は逃亡者だよ。俺多分ね、ディーパーちゃんとエイジだと思うんだよね。よし、知見だよな、エイジずっと追っかけてくるんだよ。おそらくこれで5機面は騙せたんで。エイジが誰かいる。あんな5機面もおかしい。絶対俺バレてんじゃん、これ。あ、面白い、ここ待って、これ行き止まり多そうじゃない。ここでやつを捕まえるか。え、どうしたの？絶対鬼でしょ。え、違う違う違う、絶対鬼でしょ。違う違う、絶対顔が、顔笑ってますよ、あの人。あの人顔、じゃあ顔笑いますよ。ちょっとあんま近寄らないで、怖いから。あの人一番怪しいからね。さあ、ハサミ撃ちでもしますかな。ゴーキメンとエイジがいます。では早速仕留めたいと思います。じゃあ行きますね。マジか、やっぱしよ。アホだあいつ。不明だし。ゴーキメン来たした。あー、サイバーゴーキメン、マジか。あ、ナイスゴーキメン。ああ、ゴーキメンはタッチしました。スライディングゴーキメンしました。よし、やり過ごした、やり過ごした。観覧車付近におります。3人が残ってここは1人鬼がいるからっていう。あ、今日いたかな。今日デッドグルーがいました。どっち？いつもの通りです。言葉が少ないからダメだ。しかも寄ろうとしてるし。情報提供しよう。違う、俺ずっとキョン探してたんだから。そっち危ないって。こっち危なくないから近づかないで。3人があっち行ったの知ってるから俺。3人だ。そう、3人が向こう行ったから。だからこっちには Z クルーしかいないから。違う、マジでさ、ちょっと分かって、分かって。じゃあ止まって、分かるから止まって。聞いて。分かってもいいから、絶対それ以上進んでも。オッケーオッケーオッケー、聞いて。エイジ。何エイジが？エイジが、あいつ鬼だ。なんでエイジが鬼？やったーって言ってたのを聞こえた。捕まえてやったって言わないでしょ、人の鬼ごっこで。それが聞こえたの。それ多分ね、エイジなの。とりあえず近づかないで。近づいたら鬼だと思うからね。で、ゴーキさんが、もう絶対鬼、絶対鬼。あと10分だな。エイジと一緒に協力して捕まえたと思います。どこいんだ、畜生。見つかんのか、これ。嘘が、ペラペラ出てくるね。やるんだけど。今日のクルーは信じないから来ないで。来た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 。やばいぞ、これは。
来たよ。エイジが行って Z クルーがそこにいる。ほらおかしいじゃん、動きがおかしい。あの人近づかないで俺に。来んなよ。これは誰を信じていいか。うるせえ、お前おかしいんだよ。誰が怪しい？二人的に。田尻。なんで？なんで？あ、エイジがさっき捕まえたよっしゃって声が聞こえたって言ってるけど、ジェットクルーが言うには。聞こえたぞ俺。なんでよっしゃってたの？さあどうする？何も言わねえ。一人エイジだ。クマを。どこ来るか？どこ来るか？帽子を落とした。はい、トモさんも捕まえました。なんで俺帽子拾いに行こうとしたんだろう。え、俺今なんで帽子拾いに行ったんだろう。エイジじゃないの？最低だ、本当に。エイジさ、よっしゃって言わなかった？言ってない。最低だな、人を疑いやがって、畜生。ほら、田尻じゃん、ほうじゃあ、リーパーちゃん捕まえに行こう。あとは走るだけ。いや、来た。え、待って、何？後ろ誰か来てる？誰？え？おい、ちょっと待って、お前もおかしいぞ。従業員、従業員。あいつおかしい。やっぱエイジもおかしいわ。そろそろ仕掛けようかな。エイジ捕まえた？まだ。挟もう。あっちにいるよ、あっち。向こう行ったから。ああ、エイジが探してるよ。あと何分だ？あと1分30秒。エイジが右側に来ました。なんで僕をね。エイジとは真逆の方向に行きます。バディちゃん、どこいるの？いないな。ここにいようと思う。ここいないよね。こっちから行けないな。戻んないと。さあ、デッドグラでございます。残り20秒。残り20秒。絶対勝つ、絶対勝つ。あれ、いけるクルーじゃない？これいけるクルーじゃん。戻んないと。3、2、1。はい、Z クルー優勝。やったー。リバちゃんに逃げられちゃいました。お、逃げる側の勝利でございます。よっしゃー、おめでとうございます。俺全然肩来てないよ。俺の捕まり方世界一ダサいから。いやでもね、ほぼ街だったから。一番バカ。今回はコンクラがバカな回でした。見事ゼットクルーのおかげで勝利を取りました。よしよしよし。ジュニアさんとクマと俺いたか分かりません。という感じでこの動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録ありがとう。ありがとう。バイバイ。ありがとう。ご視聴ありがとうございます。すすー言わして。ご視聴ありがとうございます。